今回は平成元年、竹本試験の問いの6番、遺産分割について解説をしていきます。でこの遺産分割とはどういう手続きを言うのかというと、被相続人が亡くなって、まあ、複数の相続人が共同で相続する場合には、被相続人の相続財産は共有となります。その共有となった財産を相続人全員の話し合いにより、その帰属を決める手続きというのが、まあ、遺産分割ということになります。 今言ったように遺産分割の協議というのは、相続人全員の合意で決めなければいけないということ。多数決で決めることができないですし、例えば行方不明の相続人を除いた他の相続人全員の合意であっても遺産分割協議を無効になりますで。この遺産分割協議の例外として、非相続人は遺言で分割方法を決めたり、その方法を第三者に委託して決めてもらうということもできます。 これが問いの1番の記述になります。でまた、非相続人は相続開始の時から5年を超えない期間に限り遺産分割の禁止をするということもできます。遺産分割の効力ですが、遺産分割の効力は相続開始の時に遡ります。ただし、第三者の権利を害することはできません。これが問いの4番の記述になります。 被相続人が亡くなって数ヶ月後あるいは数年後に遺産分割協議が成立したとしてもその効力は相続開始の時に遡りますで。この遺産分割、一旦成立した遺産分割を解除することができるのかということの問題に対して、まあ、原則はま法的安定性を害するので認められないけれども相続人全員の合意があればやり直してもいいというのが判例の考え方になります。 これが問いの2番になります。ですから、問いの2番が正しい記述になります。問いの3番については、次のページで説明をしていきたいと思います。では、問いの3番について解説をしていきます。問いの3番、遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に、当然に相続分に応じて分割され、共同相続人はその持ち分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができると。 この問いの記述というのは従前の最高裁の判例でありまして、入所金債権、お金というのは過分、株分分けることができるので、相続開始と同時に相続分、法定相続分に分割されて、その持ち分に応じて単独で権力をすることができると。 あ,あいうことになっておりました実際、銀行に行っても相続分、法定相続分に関しては払い戻し、この最高裁の判例をもとに言えば払い戻してくれました。しかし、この判例が変更されたのは平成28年になります。平成28年に最高裁で、まあ、共同相続された預貯金も、まるに3分間の対象になるというふうに重点の判例の変更がされました。でこれによって例えば 遺産分割の対象になるということは遺産分割を協議をしなければ引き下ろせないと払い戻しできないということになりますですからこの判例平成28年の最高裁の判例によって例えば共同相続人の1人が分割に不満があり同意をしなければ例えば葬式代だとかあるいはその非相続人に扶養されていた相続人のための生活費も下ろせないという不都合が生じます この不都合を解消するために、平成2019年の民法改正によって、遺産分割前であっても、一定額については単独で払い戻しを認める制度というのが創設されました。この民法改正によってできた新しい制度ですが、これは一応計算式があって、その計算式によって、計算された額についてのみ払い戻しをできると。 まあ簡単に言えば、相続開始時の預貯金債権の額、これ3分の1ですね、預貯金債権の3分の1、3分の2については遺産分割の対象をしなければいけないけれども、その預貯金債権の3分の1について、払い戻しを求める共同相続人の法定相続もをかけた額についてのみ、払い戻しを認められるというふうに改正がされました。 ですから、3番は従前の判例であって、平成28年に最高裁でその判例が変更になって、で民法改正によって、遺産分割前であっても、一定額について単独でま払い戻しができるというふうになりました。以上で、今回の解説は終了いたします。どううもありがとうございました。